未来戦隊タイムレンジャーのメインヒロインタイムピンクことユーリー、時間保護局に潜入していた30世紀のインターシティ警察の捜査官であり、タイムレンジャーとなってからは冷静沈着なリーダーとして仲間を率いることとなります。歴代戦隊ヒロインで1、2を争うとも言われるクールビューティー系の美貌と意外と家事は苦手だったりするギャップがヒロインとして魅力的でしたね。家族の命をドルネロに奪われた過去から稀に等身大の弱さを見せることもあり、その一面を支えてくれるタツヤとのほのかなロマンスは後半の物語を彩る重要な要素でした。終盤、未来からの帰還を決意して走り出す4人のシーンに彼女の歌う挿入歌会いたいよの歌声が重なるのは戦隊シーンに残る鳥肌演出でしょう。演じた勝村美香さんはミカゴの愛称でファンからも愛され、平成ウルトラセブンや仮面ライダーファイズ序盤への出演も注目されました。後にシングルマザーとなり、2013年頃までは娘さんの成長をブログに綴られていましたね。現在は芸能界を引退されていますが、いつかまた元気な姿を見られることを願っています。